大暴落。どうもこんにちは、吉野原です。今回はですね、センター試験とか模試とかで点数が大暴落するときってなんであるのっていう話をしたいと思います。はい、大暴落の理由ですね。で、例えばですけど、模試だとか、そういうもので、もう明らかに、あるいはセンターですね、とかで、もう全然取れなかったということって時々あると思うんですよ。急にガンと取れないみたいな。今まで平均して、例えばだけど、まあ、数学だったら、まあ、70点ぐらい取れてたのが、いきなり50点になったとかね。そういうこといろいろあると思うんです。で、それのまあ、理由を紹介して、じゃあどうすればいいのかという対策もお話ししたいと思います。まず理由なんですけど、2つまず分解できて、自分が原因のものと、自分以外のものが原因のことがあるんですよ。自分が原因、自分が悪い、自分が悪くない。で、自分が悪い、自分が悪くない方ですね。環境というか、まあ、しょうがないっていう、もう自分の影響下が及ばないところってこれ何かっていうと、問題が難しかったっていうことですね。問題が難しかった場合、まあ、急に難しい、難化した場合っていうのは、まあ、やっぱ取れませんね。はい。それはもう何ぼ言うても取れん。で、自分が、原因の場合もあります。で、これ自分が原因の場合って2つ種類があって、まあ、実力不足っていうその技術面と、まあ、メンタル面ですね。の2つがあるんですね。で、この技術面、つまり例えば数学だったら、この解法を知らなかったとか、たまたま苦手なテーマが英語とか、国語とかで出たとか、数学とかで、苦手な解法を、よく知らなかったやつが、まあ、ピンポイントに狙われた。そういう場合は、まあ、純粋に勉強不足で、暗記したり理解したりっていう普段の勉強をしないといけないんです。で、もう一個のこっちの方がですね、これが厄介で、まあ我々高校生じゃないですか。で、まあ僕違いますけど、まあ高校生じゃないですか。一個ミスると、次も次もってミスりがちなんですよ。どういうことかっていうと、まあ、例えば、試験が英数国理シャーの順でありました。英語やりました。数学やりました。大失敗しましたと。もう分かってる時って、やばい取り返さなくっちゃってなって、国語とか理科とか、まあその後社会とかで焦ったりするんですよ。で、そういう気持ちの問題ですよね。気持ちの問題が、大暴落の原因になることが非常に多いです。はい。だから、大暴落する理由の、この覚えてない、勉強してない、これはもう、まあ、お前が悪いわ。でも、これは、ちょっと正直、高校生だったらしょうがないところがだいぶあります。で、じゃあこれどうやって対応すればいいかなんですけど、まあ、こっちはね、ちゃんと勉強してもらう。で、こっちは、何をするかっていうと、まあ、そうならないように、いや、それはそれとして片付けて、取り返そうとしない。自分の実力が10だったら、まあ、9ぐらいを出そうと思うぐらいな感じの、やり方が一番いいと思います。だから、頑張って12を出そうとすると、肩に力が入るんですね。12を出そうとせずに、10ある力のうち9ぐらいを出そうと。さっき取れなかったもん、それはもうしゃあないから、次もまた9、次も9っていう風に残りの試験片付けていこう、みたいな風にするのがいいと思います。はい。で、今ね、そのマーク模試とかで大暴落する。過去問解いてて大暴落する。これはまあ、いいじゃないですか。賞味。なんでいいじゃないですかって言えるかっていうと、練習じゃない。うん。練習だからどんだけミスってもまあいいでしょ。なんですけど、本番に来たら困るよね。で、本番で、これでの大暴落があるといけないんです。本番でこれで大暴落すると、もう、まあ、こっちにも影響が及ぼすので、これがないように、今のうちに地雷を踏んでおく。うん。自分のその点の取れない範囲どこなんやろって言って、まあ、とりあえず歩き回って地雷を踏んでおく。で、練習の場で大暴落させておいて、あ、これ勉強してなかった。できてなかった。気をつけとこう。本番じゃなくてよかったと思って、次に行くっていうのがいいと思います。はい。ということで、大暴落する理由について話しました。で、まあ、これはもうしょうがない。これの時は慌てる騒がず、自分の解ける問題きっちり解いてあげてください。これはですね、まあ、まあ、メンタル、気持ちの問題なので、はい。そういうことですね。で、技術に関しては、もう今のうちにいっぱい地雷を踏んどきましょうということでした。本番で大暴落しなかったらいいんです。模試とか、自分の練習でなんぼ落としてもいいんだという発想でやっていきましょう。今回のこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。